はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。いつも私のチャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。はい、本日ね、今も夜9時半過ぎです。はい、今からね、食事の方に行くのですけども、普段ならですけども、仕事終わって、トレーニング終わってだいたい7時か7時半ぐらいに出るんですけど、今日ちょっと時間がねだいぶタイトで、今ね9時半という時間になってしまいました。はい、今から食事出るんですけども、こちら私たちのはい、ジェイタワー2コンドミニアム43階建てになりますけども、こちらのね今最近なんですけどね、この隣ですよね、元あのジェイタワー2の、工事現場事務所のところにね日系のバーがねオープンしてます。今もね結構ねやかましい声がね聞こえておりますけどもね。はい、そしてこの以前からですけども、J タワー2の前にもですね、日系の、日本人の経営のね、バーがありますのでね、私お酒飲めないんでバーには入らないんですけどもね、少しね、小石さんみたいにね、覗き見ねしてね、ちょっとね、お店のご様子をね、お伝えさせていただきたいと思います。それでは。はい、こちらね、J タワー2コンドミニアムの横です。はい、こちらで3年間ですけども、J タワー2の建設事務所やっておりました。はい、ここのね中をね今ね改装してねこれバーになってですね、ちょっとだけね覗き見小市さんしてみますね。はい、こんな感じでね今ねバーがして、毎日ね盛況な感じです。まだオープンして、ね、1ヶ月経ってないような状況です。はい、そしたらねもう一つの方の日系の、バーの方をねご紹介したいと思います。はい、なんかね覗き見するような感じでね好きじゃないんですけどね、情報としてということで、はい、お伝えさせていただきます。はい、こちらちょうどね J タワー、2の、まんまになります。はい、こちらも日系のね日本人の方がねバーの方を経営しております。先日ね私の知り合い、知り合いでは弁護士さんなんですけども、こちら一回ね寄ってみたら、なんとね J タワー2のお客様がね結構ね行ってるっていう、通ってらっしゃるということですのでね、また皆様ねご利用していただけたらと思います。はい、そしたらね、今から食事行きますので、少しね街の様子をね皆様にご紹介したいと思います。出発します。はい、リアルライブ的な感じでねやるのはね初めてじゃないですか。いつも音楽をかけてるんで、音楽入るんでちょっとリアルにできないですよ。今日はね音楽を消して、リアルライブ的にねやってみたいと思います。はい、ここはね、マッサージャー、どうしようかな、ソープランドみたいなね、はっきりこれソープだろうっていうね、マッサージになる特殊マッサージ店ですよね。はい、シートベルトね、すみません、出ました。はい、行きたいと思います。はい、レストランね、ご案内してね、ちょっと遅いんでね、もう9時半って言ったら、もう盆健康ほとんどね、閉まってくるんですよね。はい、こちら、盆健康ハイスクールの前も、今ね、いろんなレストランがあるんですけども、はい、今日これちょっと雨でね、ちょっと画像悪いですけども、はい、ちょっともう遅いんでこの辺の店はもう閉まってるかな。はい、ちょっとね、さっきね行ってみたいと思います。はい、ちょっとライブ形式であるとやっぱちょっと閉まってる、ちょっとやっぱり危ないですよね。はい、ここで盆健康ハイスクールの角のところのね、24時間のコーヒーショップになります。最近カンボジアもね24時間の、コーヒーショップがね非常に増えてきております。はい、こうずっとね、やっぱ車の、数が少ないですよね。やっぱちょっと時間遅かったかな、今日ね7時半ぐらいで回るべきだったですね。はい、ほんとね、でもね安全に行きたいのでいます。はい、ここ盆健康ハイスクールこういったねストリート63のところに今ね日本エビのなんとかだったかな、和食店あります。これですけどね、非常に美味しい、エビの世界だ、エビの世界がねあります。非常に美味しいです。はい、価格もねリーズナブルだと思います。ご利用していただけたらと思います。はい、こうぐるっと敷きますと、はい、注目のね、一応不動産のことを見ていきます。はい、レコンデコンドミニアム、この8月にね、完成予定と言われてますけど、まだ壁の室内のブロックやってる状態じゃ8月は難しいと思います。はい、サッシがね
ね入ってる形跡もないので、ね、サッシ入らないと内外で内外の工事できませんからね。はい、まだまだじゃないかなと思います。はい、ここね非常にねもう6時半から1時で車が通れないぐらい渋滞してるんですけどね、はい、ここのね焼肉屋さん美味しいです。韓国のねユッケとかね食べれてね非常に美味しいです。韓国系のユッケはあれ梨ですかね、果物梨かなんかを入れてるんでね非常に、わこすごい、これビール生ビールの店ですよね。非常に混んでます。はい、ねこの先ね行ってみたいと思います。ここね新しいお店ができててまだね全然挑戦をしてないんですけども、アメリカで一番美味しいって言われるよねピザね、パパジョーンズの横でねこれ、プラット、あ、なんすごいステーキハウスみたいな感じで、あ、鉄板焼きって書いてますよね。わあ、これ画面が汚くて申し訳ないですね。こうなんかこうおしゃれなクメ、あ、なんか和食っぽいですよねこれ、何の店かなこれ、和食っぽいですよ、ランチセットなんか出てますね。はい、行きましょうか。ちょっと知りませんでした。いつもね行く店が私も限られるというかちょっと味がね保守的なんで、ね、ちょっと行きます。はい、はい、このね先行きますとね、超高級店のね、ちょっと前通ってみましょうか。高級店のね、フランス料理かなって言って、トパーズがあります。はい、トパーズです。非常に、いや、なんていうの、ここは一番ねステーキ美味しいと思います。はい、ここを除いてまあどこのレストランが美味しいかっていうねのがカンボジアでのまあランキングの付け方ではないでしょうか。はい、で先ずっと行きたいと思います。はい、ここずっと曲がってここ行くとまあボンケンコン、マーケットのとこになりますけどね、ちょっとその辺りさーっと流したいと思います。はい、ストリート51をねぐーっと上がってきます。はい、この辺り、あ、これ一回ね紹介しますよね。キャビンっていうね、これもフランス料理のお店ですよね。はい、ここらをねちょっとぐるっと見てみましょうか。はい、ここもね、はい、新しいレストラン、あ、これですね、特、え、これ違う、これは、スキスープ、お鍋ですよね、さんで、あ、これがね以前も紹介したクメールレストランですよね。はい、あ、これまた新しいレストランね、なん、これなんですかね、インプノンペン、ロストインプノンペンってね、なんでしょうかね、これ、なんかちょっとクラブっぽい感じですかね。はい、あ、画面がちょっと悪いな今日は。でもねこれ雨を気にしてたらもうこの時期ね何にもね撮影ができないんで、はい、ちょっとね我慢していただけたらと思います。ちょっとね見苦してやるかもありませんけども申し訳ありません。じゃあねぐーっと行ってきたいと思います。はい、ね新しいお店がねなんかねコリアンレストラン街みたいなのがね今できてるんですけども、行ってみたいなと思うんですけども、やっぱりね、お素敵、あ、ここは寿司本田ですよね、日系のレストランになります。はい、ぐーっとこれ上がっていきますと、次ストリート322、はい、この右を曲がればタイでね大成功してるね大阪のお店のねシャカリキになります。シャカリキちょっと一応前通ってみましょうか。はい、シャカリキをお前をね通っていきます。はい、ぐーっとストリート322ですね、いい通りですよね。はい、この逆側に、あ、また新しい店ができてるの、逆側にJCT コンデメ我々ね、あ、ここがねシャカリキになります。シャカリキシャカリキっていう感じでね行きます。はい、行きます。はい、ここちょっとね、またストリート51にね戻ってまいりました。はい、登場します。はい、ここはストリート300310、バーガーとケンタッキーの可能があります。はい、このですね、あれどこ行こうと思ってるんだから、はい、あ、ここにね我々の J ビレッジコンドミニアムがあります。はい、この元気寿司の横がね我々のねワンベッドルームタイプのね、コンドミニアムになります、賃貸になります。はい、ここの通りで、あ、ここがね、クリスタルジェイド、中華では一番美味しいんじゃないでしょうか、上品な味で、あ、
ここはね大繁盛してるねカンフーキッチンです。カンフーキッチン、今カンフーキッチンね、カンボジア版のお鍋のお店なんですけどね、非常に人気でね、今多店舗展開してます。あ、この通りやったかな、このスーパーリーパーの、数字の、うわなんだこれも通れないな、ちょっと何かね物流が、あ、このね、この半、そう、このスーパーリーパーの、ところになんかね、新しいなんかお店ができてね、ここちょっとね、案内してみたいと思います。ここずっと、ここの通りは食べ物屋さんがないのかな。あ、お寿司、空か、これ、来たこと一度もないですけども、はい。そうか、ここに今丸亀製麺があって、はい、この丸亀製麺の向こう側も今ねすごい流行ってるイタリアンと何だかな、あの韓国料理店がね今あります。あ、この通りそうですね、今ちょうどこのストリート63のマックスバリューのところを入ったところが、ここが今うなぎ屋さんと太田がやってる焼き鳥屋があるところですね。これ大繁盛してるんですよね。うん、ここ、あ、ここね、もう車すごいでしょ。これね、あるお店ができてるんですけど、これまだ全然ね、はい、これ何の店かね、わかりますけど、まあカンボジア人若い子たちが集まる感じのね、お店だと思います。すごいですね。まあ、パブみたいな感じだと思う。すごいなと思ってね。本当ね、まあこれまた。機会があればちょっとね近々入ってみたいと思います。はい、今大人気です。はい、でこう出てくるとあのスーパーリーパーがね あります。はい、で角に、日系の美人鍋が、これまだ韓国料理通り店が行けないですよね。はい、この先ずっと行くば、ここ右に行けば、イオンワンの方に行けるね、あの足立とかがある店の辺ですけども、まあもう足立の紹介はいいですよね、何でもしてますから。はい、このあ、ここブラウンカフェがあって、はい、この辺でちょっとねコンドミニアムがちょっとこうたくさん立ち並ぶエリアになります。はい、ここ、あ、ここあれ違うかな、もう一個上だったかな、はい、もう一個上のところのこのマックスバリューがね、このストリート57にもあります。はい、でもね、セブンイレブンができてからね、僕マックスバリューね行かなくなりましたね、やっぱりね、あの24時間もないし、やっぱりこうセブンイレブンの方がやっぱ品揃えいいかなって、まあ当然にあのマックスバリューの方がね、あの日本系のね食材とかが多いですけど、はい、ここはあの有名なバイトンホテルですよね。シンプルな感じの綺麗でね、特にプールがおしゃれということ、あ、お腹ね、この蕎麦屋かうどん屋みたいなのができてます。はい、最近ね、日系の、あの、焼き鳥屋さんがね、いっぱいね、オープンしております。はい。またね、いろいろ比べて、あ、ここはホテルもできてるのか。なんかいろいろ、あ、これ、この前紹介した、ブンブン、あ、危ないな、これ。そう、危ないな、これ。ブンブン、ブンブンマッサージ店ですよね。ブンブンマッサージ店、ちょっと中身、あ、女の子いるな。女の子マッサージ、あ、ブンブンマッサージ店、中身。分かっていただけましたでしょうか。はい、特殊マッサージ店っていう感じですよね。はい、もう一回ちょっと南、ストリート63の、南ね下ってみたいと思います。はい、あ、この前ね、これあのブログで紹介したんですけども、寿司丼丸さんがね、このストリート63の、昔ね全然良くなかったんですけどね、はい、今の日本の板前さんがいてね、非常にね、まあ、あのカンボジアでは本格的な、ね、お寿司でディーズルもだと思います。はい、皆さんね、ぜひともね、ご利用、ね、していただけたらと思います。最高、いつも、ね、お世話になってます。不動産の欧米系のお客さんにとって、ね、IPS になります。はい、あ、ここね、日系の焼き鳥屋だったかな、あ、そう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 、ここ日系の焼き鳥屋ができてます。ちょっとオープン当時に行ってね、ちょっとまだまだかなっていう感じでしたがね、だいぶオペレーションもきっちりできてるんじゃないでしょうか。はい、とか照明できてるの、これノボテルホテルですよね。まだオープンしてないのかな。あ、こうブラウンカフェがあって、はい、ちょっとね、ノボテルホテルのところね、ちょっと行ってみたいと思います。はい、オープンしてるのかな、まだかな。結構ホテルのオープンってね、やっぱり手間か
かり、あ、なんか応募してるのかな、どうなんかな、あ、通れない、今これ見てます、なんか作業なんかやってますね、通れない、通れないか、はい、もう仕方ないですね、はい、まだオープン前でなんか準備してるのかな、ちょっと U ターンして、はい、もう仕方ないですね、もう大、あ、まあね、新しいところちょっとね、あんまりご紹介できなかったかなっていうことで、あんまりダラダラやってもあれなんで、まあここらでね、ちょっと、ね、お開きしてもいいかなと思います。最後ね、今日はもうね、あの時代屋でね、飯食って帰ろうかなと思います。はい、もう最近もね、時代屋流行りすぎてて、9時半でもね、入れないって時がそうね、あんな汚い居酒屋でね、はい、まあでも味は美味しいですからね、まあまあみんなね、あのやっぱりね、あの味が美味しくて価格がリーズナブルであればね、あの客が集まるとね、あのでサービスもあのほどほどしっかりできてるっていうことはね、今お客さんね、やっぱ正直だなと思います。あ、時代の前で車止まってるかな、止めれたら時代は、多分トクトクもうちょっと前止めるよな、本当、まあね、ちょっとここ止めよう、はい、はい、じゃあ時代の前到着しました。じゃあ、ね、今日はね、ここぐらいまでしたいと思います。以上ね、カンボジア不動産チャンネル、ここで終了いたします。次回更新お待ちください。よしがチャンネル登録、高評価お願いします。本日も、質問ご視聴ありがとうございました。はい、じゃあ夜9時半からの BKK1 のね、お店ね、巡りをしてみました。それでは皆様、See you。お、時間的に、お、すいて、お、俺しかいないや、珍しいな。え、誰も客おらんやんか。え、こんな珍しいやん。それでは皆様、See you。